はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日なんですが、ラビリンスというね、ぶち壊れ、ポテンシャル偉大すぎ、可愛すぎ、エロすぎテーマ。こちらについてですね、ちょっと今回はね、デッキをね、6種類ほどね、作ってきたのでご紹介していこうと思ってます。これラビリンスっていうテーマ、可能性が無限大すぎまして、通常トラップカードとめっちゃ相性がいいんですね。このレディオザラビリンスっていうね、新規で追加されるこいつが通常トラップカード発動したらその効果に遅延して通常トラップセットできるっていう効果があって、これまあ毎ターン毎ターン使えるんでアドバンテージがやばくなるんですけども、この効果でセットできるトラップカードって通常トラップだと何でもいいから、マジで可能性偉大すぎるんですよ。このテーママジでデッキいっぱいできるから、ちょっとね、今日はね、例をね、どんなデッキができるかっていうのをちょっとご紹介していきたいと、はい、いうふうに思ってます。まずですね、家具型、いわゆる家具型と、呼ばれているタイプのデッキです。これは、家具っていうのは何かっていうと、これ診断解説かなんかの時にもやったかもしれないんですけど、シャンドラとか、あとストービーって言われている、このなんだろうな、城の中にある家具ですね。これらが手札デッキから、手札ぶん投げてラビリンス魔法トラップカードを1枚を、セットできるよと。で、この子が相手に技できるよっていうことで、まあ、これでね、ビッグウェルカムラビリンスとかを、まあ、セットしていって、まあ、バンバン動いていくっていう感じの、そういうタイプのデッキになってます。ラビリンスってね、この角たちも結構強くてね、一応手札を1枚捨てないといけないんですけども、結構返ってくるんで、こいつらが、その2番の効果で、なんかトラップカードの効果でモンスターが離れると、手札に加えるとか、もう一回特殊ができるとか、なんか返ってくる子結構あるんで、意外とね、アドバンテージ失ってるように見えて、返ってくるんであんま失ってないんですよ。なので、この辺のモンスターたちをバンバン使っていくというタイプの構築ですね。で、キーカードはこのクックロックっていうカードで、手札からぶん投げるとトラップカードをセットしたらに発動できるっていう神殿みたいな効果があるから、まあ、これで相手ターンにセットしたカードをバンバン打っていくみたいな感じのね、まあ、ちょっと速度を上げていくみたいなトラップデッキだけど、っていう構築になっていまして、まあ、これはね、一番オーソドックスなタイプだと思うんですけども、ちょっとね、いろいろね、やってて思ったのは、うららがまず重い。やっぱり、うららがめっちゃ重いです。ビッグウェルカムラビリンスもウェルカムラビリンスもどっちもそうなんだけど、これね、うららめっちゃ踏むんですよね。これ、デッキからどっちも特殊召喚してくる効果なんですよ。このビッグウェルカムもウェルカムも。で、うららが打たれると、結構展開なんか伸びなくて止まっちゃったりとかっていうパターンがあるんで、うらら対策はね、あってもいいかもしれないなと思いました。ちょっとまだ僕、入ってないですけど、例えば、墓穴ホールとかね、墓穴の指名者とか、ガンマもワンチャンあるかな。ちょっとクックロックがいる状態が多いから、あんまガンマは打てないこと多いかもしれないけど、墓穴ホールとかはね、通常トラップだから相性いいかもしれないね。あの辺は入れてもいいかなと思ったのと、あとね、やっぱね、どうしたってね、なんか今ので環境デッキの手数がやばすぎて、なんかその単体だとちょっとパワー負けすること多いと思うんですよ。ラビリンス正直強いですけどね、もちろん姫めっちゃ強かったり、このこいつら強いんですけど、ちょっとパワー負けするパターン多くて、手数が多すぎて今のデッキ、まあ、楽園とかスプライトとかね。だから永続パカできた方がいいなとは思いました。なんでスキルドレインとか、まあ、ちょっと制限カードになってるんですよね、マスターディールの方でも。これスキルドレインとか、あと群雄割拠御前試合みたいな、この辺のカードはね、なんか縛り付けて永続パカできた方が、なんか多分なんか、まくれやすいんじゃねえかなと思って。ここがやっぱり弱いからね、このデッキトラップデッキだから。というわけで、まぁ、ちょっと永続トラップをちょっとだけ積んでみました。家具型ではありますけど。他にはね、パニシメントとか次元障壁とか、まあ、強そうなカードをいっぱい入れるときはいいんですけど、まあ、本当はちょっと入れるの嫌だったんだけど、正義のわなびいてたから、ちょっとあんまなんか勝てねえなってなって、高校、もうちょっと永続パカするしかねえかってなって、一応入れました。二つ目はですね、激肝型ラビリンスと言われている永続トラップとか激肝トラップカードをパカ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 していくタイプのデッキです。家具が入ってません。このタイプのデッキはですね、OCG の方でもね、YCSG だったかな、で準優勝か、して、いるようなタイプのデッキでございまして、まあ、永続トラップをパカ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 して、で激肝トラップカード、まあ、次元消費とかああいう系のカードをパカ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 して、相手をイラつかせるっていうタイプのデッキなんですけども、これね、問題があってさ、これはまあ、もちろんね、永続パカれれば別に高校からでもまくっていけるからさ、スキルドレインとか御前試合とか群雄割拠みたいなカード入ってると、こういうカードってパカパカしていけば高校からでもまくっていけるんですけども、制限カードなんですよ、マスターデュエル
あの群雄割拠午前試合スキルトレーニングこれ全部制限カードで、まあ、ちょっとこれ OCG の今制限適用になってますけど、これ全部制限でやっぱねパカりづらいっていうね、これがね若干の問題点で、まあ、一応キモい系の、まあ、トラップカードで強いカードは結構いっぱい入れてきました。一応まあドラゴンパニシメントは高校からでも打っちゃ強いから、まあ、3積みとかね、あとそれから、巨奪とか、あとはキック勝負、これねやっぱね、まあ、先行取れればね言うてラビエンスだから、まあまあまあ別にそんなに、まあ、弱くはないかなと思ってるんだけど、結局ね高校取った時にどうするかって話があるから、まあだからキック勝負をねガン積みして、この辺でなんか対策、高校の対処をしていきたいなっていうのと、あと、ネクロバレー入れました。まあ言うてね、ラビレンスもネクロバレー効かないわけではないんですけど、この構築であればほとんど効きません。一応白金の城、上司の方のラビレンスが、トラップカードをね、墓地からセットするよみたいな、効果があったりする、したりするんですけど、まあこの辺とかは、まあ別に使わなくても別に勝てるから、この辺をちょっと捨てまして、もう単純にネクロバレーで相手の、例えば、まあ、ティアラメンツであるとか、まあ、楽園であるとか、そういった、テーマを、目立っていこうという感じですね。はい。なので、まあ、基本的に勝ち筋は、ネクロバレーとか、スキルドレインとか、激キモ系のトラップカードを貼って、あとは、前のモンスターはトラップカードで背負って、この辺の、モンスターで戦っていく。基本的にね、この、レディーが、まあ、出てきやすいんでね、めちゃくちゃ出てきやすいんですよ。ラビレスカードの効果発動するか、通常トラップカード発動したら出てこれるんでね。なんで、まあ、出てきて、しかも打点もめっちゃ、ステータスも優秀で、でしかもなんかセットカードがあると破壊されないし、対象にならないみたいなね、効果があるから、まあ、ちょっと若干エルドリッチみたいなとこあるんですよね。なんで、まあ、こいつを、まあ、壁として、使っていきながら、永続トラップで戦うっていうタイプのデッキ。まあ、ちょっとね、回してる感じね、やっぱね、この辺がね、制限が痛いかなとは思うけど、まあ、次元衝撃で積んでくれるデッキもあるからね。はい。まあ、楽園とか。なんで、まあ、こういうカードを、まあ、融合活用していきたいなという感じのデッキです。さあ、3つ目。小悪魔ラビレス。これはですね、非常に面白い動きができます。はい。非常に面白い動きができて、でしかも、小悪魔自体がね、通常トラップカードをいっぱい、有している、まあ、落とし穴系のね、ホールとか落とし穴系のカードを有しているテーマなので、まあ、相性はいいんですけども、このアリアーヌがね、とても優秀で、手札かセットされたカードの中から通常トラップカードを持ち送って、アリアール以下のレベル4以下の悪魔族を特殊ができるよっていう効果があるんですよ。で、アリアールのね、効果で、アリアーヌとか特殊召喚していくことになると思うんですけども、基本的にですね。ね、レベル4みたいに並ぶとね、小悪魔ムーブができるんですよ、もう今や。シュトリスの小悪魔っていう、こいつがね、多分実装されると思うんですけども、レベル 4×2 で作れて、これ別に縛りないんでね。なんで、アリアーヌの効果使って、アリアン鳴らしていきながら、ここ2体でシトリスとかできるんですよ。で、シトリスが小悪魔モンスターサーチできるんで、キノの小悪魔っていうモンスターがサーチできまして、これですね。これ小悪魔やると特殊召喚ができるっていうモンスターなんですよ。だから、アリアンナとか、アリアーヌから小悪魔に移行して、小悪魔ムーブそこから始めるみたいなことができるんですね。だからラビリンスと小悪魔をこう、なんか流れの中で、結構合体できるというか、非常にね、強いトラップカードもいっぱい詰めまして、まあ、見ていただければ分かるんですけども、まあ、凶悪の落とし穴とか、強制脱出装置、墓穴ホール、それから、まあ、次元衝撃、包括、底なしみたいな。なんかこういうね、なんかいろんな、ね、強いトラップカードが採用できるし、落とし穴系の。で、それをレディとかセラでセットできるんですよ。はい。これね、とても相性が良くて、回してる感じ結構面白いですね。はい。まあ、小悪魔自体はね、結構立花とかと合わせたりとか、なんか他にもいろんな組み方があるんですけど、ラビレンスで見ると、まあ、小悪魔と組み合わせてもまあ強いなっていう感じです。さて、ここからは、クソデッキ、おもちゃデッキクソデッキ製造工場以上やってますんで、クソデッキをね、ご紹介していこうと思ってるんですよね。この辺からが私の、本領発揮となっておりまして、まずは、覇王ラビレンスデッキ。これは何をしたいかっていうと、相手のハンドを前半で接して、エクストラモンスターの効果を封鎖します。この、覇王竜ザークっていうね、モンスターを出せる覇王竜魂っていうカードがありまして、これを使って制圧していくんですけども、ザークがね、めちゃくちゃ優秀で、ペンタル効果が。P ゾーンに存在する限り、相手の融合シンクロレクシスモンスター効果発動できないよと。はい、最強。はい、最強。で、一旦に一度、相手がドローフェーズ以外でデッキからカードを加えると、それが全部破壊できるという効果がありまして、これをね、強制的に打っていきます。はい。打っていく方法は結構簡単で、例えば、攪乱作戦ですね。
かからなくて相手はデッキに、カードを加えて、元の枚数分だけドローするとか、それからまあリインカーネーションみたいな、これは、相手の手札を除外させてその分だけドローさせるみたいなカードなんですけども、この辺のカードたちを使って、でさらに P ゾーンにザークがあると、相手のカード引いたカード全部破壊できるんですよね。で、ザークをね P ゾーンに置く方法は簡単で、こいつ破壊されると P ゾーンに置かれるっていう効果あるんですよ。モンスターゾーンのこのカードが戦闘効果で出されたら、自分の P ゾーンに置く、これ自分で破壊してもいいんですね、これなんで、自分で破壊します今日は。どういう風に破壊していくかっていうと、まあ、簡単なやつはという雪うさぎですね。効果が増した時になんか破壊できるってことがあって、これでザーク自分で叩き割れるんで、まあ、ザークとは結構相性がいいというモンスターとか、あとねデーモングリッチっていう、これ、これフィールドのカードを破壊しながら悪魔族を送れるよみたいな効果なんですけども、これを打つと自分のカードも破壊できるん でこれでザーク破壊していきます。そうすると、ザークが P ゾーンに行くんで、あとはもうやりたい方だみたいなね。ザークって別にねこの2番の効果使えなくても、なんか1番の効果だけでめっちゃ強いじゃないですか、これシンクロ融合エクシーズ黙れみたいな効果してるんで、まあこれ破壊できたら結構強いと思ってて、まあもちろんね破壊できない場合は今回エクストラデッキに入ってるこの、クリスタルクリアウィングとか、まあこういうモンスターで戦っていく感じになるとは思うんですけども、まあ、基本的にはそのザーク前半ですプラス P ゾーンザークのコンボを、まあ、狙っていくタイプのデッキとなっています。はい、そうですね、5つ目も安定のクソデッキとなっているんですが、神殿を守るものという最強モンスター、宇宙最強モンスター、皆さんご存知でしょうか。このカードがフィールド上に表が表示で存在する限り、相手プレイヤーはドローフェーズ以外ではカードをドローしてることができないよという効果で、まあサーチはできるんですけどドローはできないよというなんかちょっと特殊なモンスターなんですよ。でこれ今回何していくかっていうと、これも前半でしていきます。通常トラップカードをねやっぱねセットできるっていうこのレディーのね効果がマジで優秀で、これ結局、まあ、どんな通常トラップと組み合わせても相性はいいわけですよ。だから、まあ、今回は一応リインカーネーションとか撹乱作戦に覇王のパターンと同じ感じでねやってるんですけど、このリインカーネーションとか撹乱作戦で、まあ、基本的には相手にドローをさせていく効果になってると。でこの効果発動にチェーンしてですね、神殿守るものを、まあ、盤面に特殊召喚してあげると、何が起こるかっていうと、まあ、トリックスタリインカーネーションとか撹乱作戦の効果でデッキにまずカードを加えるんですよ、とか除外されるんですよ、手札が除外とか加えて、まあ、要は一旦まず手札が全部なくなる、相手のってことが全部いっぱいなくなって、で神殿守るものの永続効果によって相手はドローができないんで、手札がなくなった状態になってドローができないと手札がなくなるっていう、まあ、そういうコンボなんですよね。まあ、この2枚どっちか引いてて、神殿守るものを蘇生するカード、例えばまあ、戦線復帰とか、まあ、リビングデッドの呼び声みたいなカードでもいいんですけど、まあ、そういうカードを使って打ってあげれば、まあ、このコンボが成立する。一応ねチェーンして打てないといけないですよね。神殿守るのを置いといてからトリックスタリンカーネーションとかカラマ作戦は打てないんで、この永続効果でドローができないという効果が適用されちゃってるから、だからチェーンして打つ必要があって、何かこの辺のカードにね蘇生系のカードを、なので、まあ、今回は戦線復帰とかにしてます。で戦線復帰とかカラマ作戦はさっき言ったようにレディでセットができると。もう相性最強だよね。はい、クソ6つ目はですね、皆さんご存知チェーンマテリアルこれをね使っていきます。チェーンマテリアルってね何かっていうと、これご存知ない方のためにご説明しようと思うんですけども、融合召喚を、する際、このカード発動ターンずっとなんですけども、融合召喚する際手札デッキフィールド墓地から、素材を除外して融合召喚できますという効果なんですね。だからデッキからなんか素材を供給できますっていう効果がありましてね、発動したターン、これとすごい相性がいいカードがフュージョンゲートっていうカードなんですね。フュージョンゲートって一応単一制限なくて、除外して融合素材を除外して融合召喚できるよっていう効果なんですよ。でマテリアルとゲートを組み合わせたマテリアルゲートっていうデッキは何をしていくかっていうと、デッキの中の素材をバンバン供給して融合モンスターを無限に出せるという、まあ、そういうコンボなんですよね。で何をじゃあ出していくかっていう、エリクシーラーっていうモンスター皆さんご存知ですか誰やお前みたいな、ストレッチマン、このモンスターがこのね謎の融合召喚条件、フェザーマン、バーストレディ、クレイマン、バブルマンっていうねクソ激重も融合召喚条件になってるんですけども、このモンスター出した時何するか、このゲームから除外されているモンスターをデッキに戻します。まあ基本的にはそれだけです。基本的にはそれだけ、それだけみたいな、これねめっちゃ優秀で、マテリアルゲートをする場合このエリクシーラー出すと何が起きるかというと、素材が一回戻るんですね。
融合召喚にあ の, の素材が。そうするとまた、フュージョンゲートを打てるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、エリクシーラーを無限回出せるんですよね。だからエリクシーラー100体出せます。まあいや、いくつら飛んでるかそれ。なんですけども、これエリクシーラーじゃあ出して何するか。エリクシーラーを無限に出して、でエリクシーラーとエリクシーラーでなんかイダテン出して、でイダテンでガイア出してみたいな動きしていくと、これね、あのね、無限に融合がループするんですよね。レベル10の融合がループします。だからまああのイダテンとかエリクシーラーが無限回出てくるみたいな感じなんですけども、でしかもレベル10が2体並ぶと、2体レベル10、レベル10が2体来るぞユーマということで、まあ肉棒がね生きり出すの肉棒が、まあ特殊ができまして、これ無限に打てます。これこの効果実質、そのさっき言ったようにあのレベル10の融合モンスターが無限回出るんで、グスタフマックスが無限回出せると。でグスタフマックスも融合スターにしてあの除外するとまたグスタフマックスもデッキに戻るんですね、あのエリクシーラーの効果で。だから、グスタフマックスを無限回出すことが可能となっておりまして、これ実質相手のライフが無限でもあのワンキルができます。まあ時間が足りれば、まあちょっと遊戯王マスターディールの場合は300秒っていう時間制限があるんで無理ですけども、まあ時間制限がないと仮定した場合は相手のライフがいくらでもあの無限あのワンキルが先行ワンキルができます。はい、まあそういうデッキですね、基本的には。で、それがまあレディーオブザラビレンスが実装されたので、実装されるので、まあ結構トラップカードをセットしやすくなってるかなと思って、だから即座に打てるトラップカードを、多めに入れておりまして、今回はね、まあ、これレディって通常トラップの効果にチェーンして通常トラップをセットしなきゃいけないんでね。なんで例えば、ホールティアの小悪魔、これ新規で追加される。ていうか、だから通常トラップ捨てると、セットしたに打てる通常トラップ、これでなんかレディの効果起動してマテリアルセットしたり、あとシェードブリーがないね、シェードブリーがないんで、トラップカードこれセットしたターンに打てるカードなんで、まあ、これ打ってチェーンしてマテリアルセットしたり、まあ、こういう動きをして、なんとかして、このチェーンメンマテリアルを、チェーンマテリアルが引けば引けないんですよね、このデッキって。だから、マテリアルをちょっと引っ張ってきて、で、まあ、神殿とか、これね、セットしたトラップカードを即座に打てるようにするカードとか、あとこのクックロックっていう、これ、ぶん投げると、セットしたターンにラビレンスが場にいれば発動できるっていうカードなんだけど、まあ、この辺のカードを使って強引にマテリアル打っていくみたいな。で、一応、フュージョンゲートがちょっとサーチしづらくなってるんで、まあ、メタバースとか、まあ、一応入れて、まあ、マテリアルが引いている場合は、なんとかして強引に、王家の神殿とクロックで、トラップカード2枚打ってね。でも、テラフォーミングのね、禁止が痛いんだけど、めっちゃ。めっちゃ痛いんだけど、一応、まあ、理論上可能という風になっております、このデッキは。はい。まあ、ちょっと成功確率がね、ちょっとコンボパーツが割とあれなんで、ちょっと若干3枚ぐらいのコンボパーツが要求されるんで、まあ、難しいところはありますけども、まあ、クソデッキなんてね、コンボパーツ多いのに、決まってるんで、まあ、それは仕方ないところだなといったところです。はい、他にもね、本当にいろんなね、タイプのデッキと組み合わせられるんですよ。マジでラビリンスって可能性の塊だから、本当に面白いデッキがたくさんできると思うんですよね。破壊とかとも相性がいいらしいね。あ、ちょっとまたそれも組んでみようと思ってますけど、はい、というわけで皆さんもね、ぜひしっかりと自分の準備をして7月の13日に備えてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。